まあな。じゃあ。千尋ちゃんいないけど。ございます。お疲れ様とセットの言葉ですから。やっぱりちょっと変な感じがしますか？初めてですね。仕事とかした方がいいんでしょうか？千尋さんがしているみたいな。国見くんは真面目な図書委員じゃありませんね。そうかもしれないですね。結構好きですね。あんまり趣味が合う人がいないのが残念ですけど。そこまで行くでしょうか。千尋さんからでした。今日遊ぼうって。はい。何でも図書委員にちゃんと出ていることのご褒美なんだそうです。あ、そうですね、もういつも通りでした。行かないんですか？はい。9時頃に
公園で待ち合わせとのことです。いただきます。ちょっといいかな。悪いね、今自分。ああ、ここでいいよ。すぐに退散するし。ちょっとね、電話じゃ話しにくいようなことで。うん、ちょっと聞きたいことがあって。ほら、僕は普段この町を離れているからさ、それで初耳だったんだけど、マージっていう薬のこと。それって本当に過去に戻れるのかな。嘘なの？ま、何かの特効薬のようにその効果がはためでわかるわけではないか。もし本当に過去に戻れるんだとしたら、そういうことになるよね。そっか。うん、そうだよな。うん、わかった。ありがとう。それじゃあ。三木村さん、声がそんな感じしたけど。出なくてよかった。けど、何の用だったの？へえ、大人気ね。何か起こったみたいね。そうね、うちの前のすぐそばだし。もう行きましょう。人混みは疲れるから。いや。やっぱり君らも気になったんだね。ああ、けど
これだけの野次馬を引きつけているんだよ。何が起こったんだろうね。これだけの騒ぎだ。殺人かな、強盗かな。いずれにせよ機捜隊が急行してきているくらいだから重大事件だと思うよ。ああ、捕まらないでほしいな。何言って？だって機捜隊が解決できなかったら母さんの出番が来るかもしれないじゃないか。おばさんが働くことになるの、そんなに好きですか？いやいや、全然好きじゃないよ。だって忙しければそれだけ僕に使ってくれる時間が減るからね。でも母さんは警察の仕事を愛している。それは認めないとね。忙しければそれだけ生き生きしていた人だから。だからさ、もっともっと忙しくなればいいと思うんだよ。あまりおかしなことは考えない方がいいですよ。僕が何を考えたところで世間に変わりはないさ。呆れた人。
で死にそうなの？まさか。ひろっちから携帯に電話があったんだよ。で、私の方から店長に連絡したの。政治家みたいでしょ？ここに来るの、私は初めてですね。キキって有名なんですよ。茂木さんのバイト先がキキだったなんて。お菓子作りの場合はパティシエですね。はい。お待たせ。おお。評判のケーキ、一体どんなものでしょう。私は店員だから。それにこれ代金もらってるし。じゃ、ちかこちゃんからどうぞ。え、いいんですか？一番の功労者だしね。京介くんはついでだし。いいですか？美味しそうですよね、どれも。どれもこれもそこらのやつとは一味違うから。じゃあ私はモンブランをいただきますね。はいはい。選んでいいよ。京介ちゃんは甘み控えめの方が好き？じゃあタルトおすすめかな、私としては。いただきます。甘み控えめでしょ。多様なニーズにお答えするってやつだね。おいしいです。うひゃひゃ、ほっぺが痛い。営業妨害もんだね。食べ終わってしまいました。本当に美味しかったです。ありがとう。これだけ美味しかったら本当に雑誌とかテレビで紹介されそうですよね。もしあったとしても店長断るんじゃないかな。だってそんなに用意できないし。地元の人間としては隠れた名店の方がいいですね。